お疲れちゃんです。ラットです。そして滑舌失礼します。国家挙げく、はい、はい、というわけで今日ですね、まあ今ですね、もうシーズン終わりました。終わったすぐね、今動画撮ってるんですけど、はい、結果報告からねまずやりたいと思います、はい、フィニッシュがね204位というわけで、まあね、その全然ですね、言ったら僕としてはね、はい、最多トロも7761がもともとで774ちょっとぐらいまで行ったんです。36まで行ってんだ。 あと一勝くれば更新、そう、あと一勝ぐらいすれば更新できたっていうところまで行けてて、更新できなくて8000も行けなくてっていうので、なんか辛いですね。ここまでトロが上がらないと、なるほど、まだまだ下手くそなんだなと実感させられます。ガチのね、集中してたマルチで、そのベンザー選手だったり、見たらこのハザードって人は、あの、海外のね、そのウエストのプロの選手で活躍してる選手なんですけど、だからね、バトルがあるんで、その辺をね、今後のことも考えられたらね、話してたらね、いいんじゃないかなと思います。というわけで、初戦ね、やっぱこのベンザー選手のやつは見たいですね。最後の最後ね、これあの、僕がずっとトリトンロイジャーも使ってて、トリロイと、このマジアチャロイフクをずっと使いつつやってましたね。もうトリロイ、今季はトリトンロイジェしか使わないって決めたんですけど、やっぱりなんかね、最後の方になってやっぱラバクロとか、まあ、トリトンロイジェのメタもいるわけで、はい、やっぱりマジアチャロイフかなっていうので、マジアチャロイフってね、最後ね、あ、最後こっちが若干が、そうちょくちょく変えちゃったね。そうちょくちょくね、結構変えてましたね。でここベンザー選手とねやったんですけど、ここね、まあ、ぜひ見てほしいです、はい、あの迫撃の受けはしっかり逆サイドフグで受けて、迫撃をマジアチャで壊すっていうのは、これはこのデッキをね、あの使う上で、とかマロイフグとかを使う上で、はい、マジアチャデッキとかね、使う上で、この絶対的にね、覚えとった方がもう得な技術ですね。なんか、同際迫撃を壊すのにとか、セパレートでね、はい、昔迫撃と、迫撃を壊しつつ、そう、2-2でね、迫撃を壊しつつ、逆サイタケ取るとかしてたんですけど、そんなね、余ってくれたことするとダメですね。時代はね、うん、もう。時代はね、変わりましたね。はい、というわけで、ここの辺のプレイがね、もうちょっとね、あの、なんかうまくできたらなって思いましたね。ここも同サイでロイフ出しちゃってるんで、まあ相手がね、あの1個早いタイミングですね、僕がユニットのロイフとか回ってないタイミングで、迫撃を置いてきたんで、それができなかったっていう感じで、ここね、相手がリズムを変えてきましたね。でマジックアーチャーで全部受けると、そうで、相手はそう迫撃なんですけど、そのクエイクなんですよね。なんでそのファイアーボールがないことによって、このマジアチャーをね、僕は生き残らせれる。なるほど。なんで結構このデッキに対しては1回も負けてなかったかな。相性いい方、そう、個人的には結構いい。そのそうで、相手が別にその迫撃攻めてもアイゴルとかは他ので受けれるし、マジアチャも残るし、でロイフグ最悪来てもファイブ防衛できるしっていうので、結構マジアチャ運命で基本勝ててたんですけど、これねちょっとね、うまかったですね。いやマジで、しかもこれあれなんですよ、もう時間的にほぼ最後だったんですよ。うんうんうん、あの5時にリセットされる試合で、まあ58分とかに試合始まって、5時以降に試合が終わった試合はカウントされないんですよね、あの順位が。トラは増えるんですけど、順位に反映されないんですよ。なんで、言ったらこれは、唯一最後まで反映される、これ勝った方が順位最後が上がるしみたいな。はいはいはい。っていうもうね、最後の最後のマルチでね、引くっていうね、この。ベンザー選手ね。うん。ね、いいのか悪いのかっていう、ところでありましたね。で、ここで本当はマジアチャ欲しいけど、まあ、なくて、アイゴルで、ここ絶対マジアチャ出すのバレてるなと思って、そう、あえて出さずに受けますね。ここの、まあ、駆け引きですね。お互いに分かっちゃってかっていう。で、まあ、相手はギャングがね、きついんで、ここね、使いしつつ、まあ、多分ギャン、あの、バルキリー、そう。で、ここバルキリーされたからこそ、このロイをね、そう、止めるのがきついんですけど、ここのね、防衛迫撃からのこの、落ち着いていけたな。迫撃で殺してね。そう、迫撃でマジアチャを処理。いや、ここはね、うまいね。ちょっとね、僕からしたら、いやーって感じになりましたね。こんな通んないかっていう。なんか途中からね、もうこの辺から、あの、相手は変えてきますね。マジアチャにもクエイク打ち出して削りですね。さっきまでは攻め迫撃して、相手はその、リズム作ってたんですけど、もうここからね、ずっと防衛迫撃からね、相手が入ってくるんですよね。でそうなると、僕も迫撃を壊すのが5ぐらいしかないんで、はいはいはい、5打ちつつ、このマジアチャを流しつつになるんですけど、ここで5打っちゃうと、こんなロイフグがね、止まんねえ。止まんねえんだよ、これが。止まんないんすね。そう。で、こっからね、ちょっとね、そう。おー、アイガイゲキリキリ受けてる。そう、リズムね、ちょっと変わってきましたね。そう。もう今までこんな相手あんまいなかったね、中で。ちょっとうまかったですね。なんで、ここの防白に、ワンチャン5打つのが良くなかったかな。これがね、マジアチャコか。ケツマジでも良かったかもしんないですね、ここ。そしたら相手も多分このロイフを飛ばしても、僕はファイアボール、ファイボでね、防できるんで。はいはいはい。うわー、クエイクが
いやーうめえよマジで。これはだってこのバトル中に、あ、攻め迫したらこれダメだ負けるわっていうのは多分あっちは気づいて防衛迫撃に専念してマジアチに食え食ってっていうのにもう気づいてますから、それは初めのね2分とかでね気づくの、試合中にね、そう気づいてね立ち回り変えるっていうのはね、いやーやられましたねこれは。うまかったですね。というわけでベンゾン選手にねちょっと負けちゃったって感じですね。なんですけどこちらね、まあ、ハザードですね。これラバーもあるんだけどこれジャインもあるんだよね。なんかねこの辺トリトンロイとか作ってる。あ、ハザード結構下だな。あ、これだ。ハザード。そう。おお、2回赤くるわけね。これそう。なんかこれね、たまたまね、ラバクロ使って、あの、シュン君来ちゃうっていうね。これマジで、その、なんかラバクロみんなで1回使うみたいになって、その、ライキさんとか僕とかも使って、最後テンゴットとかも使ってたんだけど、そのラバクロ使った瞬間に、これロイジャイ引いたら結構神相性なんですよ。勝ち格ぐらい。そしたらたまたまね、まあ、シュン君引いて、シュン君ラバ使ってたダリーと思ったら、たまたまロイジャイで相性良かったですね。で、この辺からマジアチロイを使いつつって感じですね。はい。で、まあ、ジャイは比較的ね、あの、相性いいです。なぜならミニペッカがあるんで。なるほど。うん。相手のマジックアーチャーにもファイブをしっかり受けると。これマジアーチャー相手。イエイ。イエイ。というわけで、はい。ここね、待ちまくね、両方。そう。まあ、とりあえず様子見のシパから、うわー、スケーってなんかなって感じで、ジャイ出たんで、これも逆線攻めますね。で逆サイローフ、そう、これ逆サイローフしようとしたら、ミニペが当たっちゃったんですよ。ミニペが事故が狙ったんじゃないの、狙ってない。これ逆サイローフするだけの予定だったんですけど、当たって、あのミニペが出ちゃったんですよ。今だって5あったら5でバーンされちゃってますから。確かにもう左、何も守れない。だから焦って、呼びと思って、急いでね、あのローフも出して。さすがに単体ミニペはなんか餌だなと思ったけど。これは結構強いんじゃないの、ザップ打たれなくて、まあ、美味しいで、まあ、その初手ね、僕が橋前ミニペ当たっちゃって、はい、事故った割にはダメアド取れて、相手のミニペッカーね死んでくれて結構美味しいですね個人的にはね。はい、なんでこっからはしっかりジャイをミニペ、あとはディガーをギャング、まあ逆になってもいいんですけど、最悪できればねジャイをミニペでチャッチャと返してあげたい。で相手がこれミニペだったんでロイフグを飛ばすだけ得ですね、飛ばし得。あのダックプリとかだったら、ね、結構簡単に抑えられちゃうんですけど、ミニペアだけだと1体ずつなんでね、ロイフが結構入るんで、飛ばした方がいいんだ。うん、飛ばした分相手はね過剰防衛しないといけないっていうのがありますね。でカウンターは守れる、全然カウンターもねそんな脅威ではない。まあディガーが、ね、ちょっと厄介って感じですね。他の間違っちゃうけど、他のケチなんでこのスケの一発をね狙っていく感じですね。でここミニペッカーで、そう、ここミニペプラス、まあ多分顎を回しますねこれで。あ、でもコウモリにそのザップ打たれなくて、えと思ってアイゴレを出さずにいて、けどこのマジアチャがやっぱうめえんですよね。綺麗に抜いたね。そう、彼のウッドもされて、いや痛すぎだろっていう、これまあウッドっていうことでね、ウッド打ってねザップはないと。いや、ここのマジアチャでマジで1000ぐらい削れたのが正直鬼痛かったですね。僕もあと1400を鬼削らないといけないんで。おーおーおー、ミニペ読み？いや、だからもうそう、ミニペとかなんか来る読みのも、あ、まあ、メガゴゲもミニペゲも。そう、端前マジでするけどみたいなね。ここちょっと焦りますね。で、520なんか、ギガポイウッドで正直おられるんで、もうこの時点で僕は、あの、もう21プランでしたね。なんで、ここをまだ耐えれるなと思って多分守るんですよ。そう、まだ耐えれるなと思って守って、守って相手はボーっぽい。そう、なぜかのね、まあ、コウモリが多分処理できないから。でここのスケとかもポイズン登れるけど、そう削りね、いやここ削れねえと思って、正直ここで相手も絶対攻めてくるから同時タイミングで行きたいなと思ったんですよ、はい、でも攻めてこなくて、まあ、10コスになったんでね攻めつつ、これも気合いのね1個落とさないとっていう、これいけ、おーい、そう1-1ですね。でここでさっきまで貯金がありますね。なんでこんな削れてんのか分かんないんですけど、で、まあ、相手があのコウモリがうざいんでコウモリを結構出すようにしてますね、はい、そのタイミングで相手はマジアジャとか出してくるんで、まあ、そこがうまいですね。でここはミニペッカーをしっかりね、あの殴らせないね、アイグレプラス、ね、ギャングで連盟して、このマジアジャがねちょっとうざいんで多分ファイブ打ちますね。ウェイ、よいしょ、いいファイブですね。まあ相手の2周目マジアジャが回っちゃうんですけど、相手としてもね、ロイフォイでちょっとでも削られたくないから、そうファイブなんでね、緊急防衛が相手はできないんですよね。このジャイがちょっとやってましたね。僕が守れないと思ったのか死んらないんですけど、正直餌でしたね。でコウモリ、そうミニピョコウモリだけで守るし、ハードカウンターでロイグ飛ばして、初めマジで出してもよかったけどみたいなのがあります、ね。まあ若干怖い。うん。その焦らなくても確実にダメージ入るんでね。なるほど。最後ね隠居で。
まあ、こんな感じでジャイアン適当にあったら抑えて勝ちいいですね。ちなみにコタが今季もあのポロスでトロ上げ勝負してたんですけど、今シーズンの、フィニッシュも1位がコタ、シーズンフィニッシュ1位もだし、結局最多トロフィーもコタがちょっと更新、ちょっと更新ですか、してライキさんも更新して、ぐらいかな、ぐらいかな、で、コタがねそのポロス最多トロキープかつシーズンフィニッシュ1位って感じですね。ありがとうございます。いやお前かよって感じですね。まあ前回もね1位が来たんで、まあまあまあ前回俺だよ、前回じゃない、あげロングシーズンのあげは、それなロングシーズン上がんないんですよね。僕なんか前シーズンちょっと調子良かったんですけど、結構ね前シーズンがガガガガ6位って感じじゃないっけ。そう前シーズンに77ショートですよ、ショートシーズ ン, ーズン、でもロングシーズンに77っていう、おかしいな、なんでってなっちゃいますねマジで正直ね。なんでまあそんな感じかな、このラパフリを見てもいいけど、まあ軽く見ますか、雑談しつつね、のんびりね、うん、なんでコタが、そうハザード、まあプロとの試合の方がね、そのまあね未経側も、まあラバクロとかも行ってラバクロとでもよかったけど、まあまあまあ、まあまあまあ、これだって対空薄いんで結構あのコメント欄でラバーきつくねとかあるんですけど、そのやっぱ立ち回りですね、これラバー出た瞬間にロイホグなかったらミニペギャング安定ですね、これは覚えておいてください。縦線で防衛してきても突破できるんで、相手は縦線プラスザップまで打たないといけないんですよね基本で。今5を使ってくれたんで、じゃあマジアチャがいきますよというわけで、マジアチャの位置をその、はい、下にやった方がいいんですよね、あの真ん中にすると、おお、そのそうそう、ここにすると基本射抜けるんですよね、ビガーが。でこれを多分ね挟んでからの、タゲ変わってないからもう一回挟む、 OK そう2回挟むのね。ここでそう本当はねミニピがあれば最初にミニピ でよかったんですけど、まあ、でここでまたあのミニピギャングですね、この基本的にロイホグは単体か、まあ、ロイホグとかロイホグコンボとか、そうミニピギャングのその攻めを覚えておいてもらうと、ラバに対してだってか結構他のデッキに対してもかもしれないですけど、ロイホグで攻めつつミニピギャングで攻めるっていうのを意識ですね。ここはここは多分相手は許容してとか、でマジアチャが入るね、そうキング起動が、できない、そうあのロイホグセパしたやつをトリトンでキング起動するとキング起動できない説が結構あるんですよ、これ結構あります、結構なんかわかんないんだよね、あのねワンチャン、そう説 100% まであるマジで、今のところ2分の2僕がトリトンでロイホグセパをキング起動しようとした時にできなかった、かつこの相手もできなかったっていうことはわ、まあ、かんないですけど、偶然が重なってるっていう、まあ、できない可能性が結構あるかも。そうなんでトレードを持ってる相手には逆にロイフね固めちゃうとね、あの起動されちゃうんで、ワンチャンセパっていう説もまあないこともないですね。はい、というわけで、まあ、ラバに対しては結局そんな感じのことをしとくだけですね。なんでラバ出るまでは待って、ここは多分どうするかな、そう相手がケツババしてきたんで陸を止めれるのがまあない言ったら、で後ろミニペッカつけて、ああそこに支援隊も、支援隊じゃねえわ、トリトンも使っちゃってねっていうので、まあ、ミニペッカゲーですね、陸をどれだけうまく使うかみたいな感じですね。なんでもう正直ラバは耐久が結構薄いんですけど、こっちが攻めてしまえばね余裕で守れますね。こう低めマジアチするとマジで貫通します、貫通これだけとファイボとかでね結構光栄とかせるんで、インドラがねそういい感じ、これラバクロ対ラバクロもこうですね、あの横じゃなくて下ですね、真下、そう真下に出したら後ろを貫通させれるし、ランバーベビーとか来るんですよ、それをアイゴレでちょっとねかあの位置変えてランバーとかベビー、はいはいはい、そうするとマジアチャで全部こう居抜けて、なんかねあとファイブ打ってもいいし打たなくてももうもしかしたらせるみたいな、ね、ところがありますね。結構フェメゲ軍がね思ってる以上に、うん、まあ相手があのやっぱあれですね、ババでちょっと重いっていうのと、あ、まあ、トリトンなんでそんな活躍してないっていうのがありますね。縦線だとねもうちょっと苦戦するかもしれないんですけど、言うてすることは同じですね。はい、というわけで、まあ、こんな感じでねラストマルチ頑張ったんですけど全然でしたね、まあ、はい、今シーズンはね、今シーズンショートだけどショートが多分得意説があるので僕グロがんがこげな、まあね、グロ一桁、まあ良ければグロバッジがねここに739、43があるんで、まあ、これ更新したいんで、まあ、39以上かなせめて取りたいなと思います、頑張ります。はい、でリーグの方もね今後まだ頑張るんでね、はい、ぜひ応援ねよろしくお願いします。お願いします。はい、というわけでね、まあねアップデート後もう環境鬼変わると思うんで、変わりますね、たくさん動画出すんでね、ぜひね、はい、そちらもお楽しみください。はい、では